先日お茶の水で開業してる吉岡先生、はい、お師匠さんですよね。僕の師匠ですね。お師匠さんと、はい、コラボで、はい、奨励検討会の動画を上げてたんですけども、はいはいはい、僕も拝聴をね、ああすいません、ありがとうございます、させていただいたんですけど、感想としてはですね、とても良かったです。ありがとうございます。ってのはなんでかっていうと、あの3つのケースあったじゃない、もう皆さんここに出てますから、見ていただきたいんですけどいや本当にいいんですよ。なんでかっていうと、例えば有名な先生とかいろんな講義の中で診断の話っていうと、例えばこうこうこういうエビデンスがありますよ、こうこうこういうエビデンスがありますよっていう、こう講義チックになっていくんですよっていう講義が多いんですけど、あの先生と吉岡先生の講義の中で僕がすごく良かったなと思うのは、やっぱり診断の講義ってこうね、臨床してるようなね、臨場感が必要なんですよ。なるほどね。そう、だその臨場感がすごく2人のディスカッションから伝わってきたんですよ。その後僕須藤先生と吉岡先生の MTA の話もちょっと聞いたんですけど、やっぱりその中でもすごくやっぱり臨場感があるんですよね。結局ね、もうね、エンドって、例えばそのグローバルスタンダードってある、そのアメリカから帰ってきた先生なんか言いますけど、20年前はね、20、30年、まあイカシカのエンドだったら当たり前だったかもしれないんですけど、グローバルスタンダードって聞こえはすごくいいんですけど、じゃあエンドのね、グローバルスタンダードってただ単にバイキン取りましょうじゃないですか。僕最近思うのは、交差点で赤信号と青信号もグローバルスタンダードじゃないですか。日本の20年前30年前のエンドって、今でもそうかもしれないですけど、信号がないから交通事故が起こりまくってたよエンドでもっていう感覚なんですよね。もうエンドってもういくらとエクノロジーが進んだとしても発展あんのかなと思うんですよ。山根先生と吉岡先生の講義が何が良かったかっていうと、結局あとはこういうみんなが悩むケースでの診断と意思決定をどうしますかっていう内容だったんですよ。だそれがめちゃくちゃ良くて、自分もそう、この隣と隣の病変があります、その西含有でしたっけ、西含有病変の意思決定やりました、治りました、良かったですねってなるんですけど、山先生のケース、右上の 1,2 の間に瘻孔ができて一生があって、1番と2番のそのバイタルを測った時に1番が失活だったんですよね、最初ね。でエンドやって治ればそれでいいじゃないですか。治んなかった時に1番の外科をするのか2番をやるのかっていう選択になってきて、これって答えないと思うんですよ。両方ともオーバートリートメントになる可能性がある、先生も言ってたと思うんですけど、あれはどうして2番を先にやったんですか。外科をやるかもう一個横にやるかっていうところは、すごくその先生が言う通り、答えが難しいところで、まあ、あれはちょっと結果論、結果ありきなところももちろんあって、だけど、まあ、あれはすごくやっぱ意識してあれを出して、まあ、みんなが悩むようなところ、症状が2番あったんじゃなかったかな、うん、1番はもう症状全然ないんだけど2番がすごい痛いっつって、で、確かね、そうだ、思い出してきた、患者さん自身が確か2番だったと思うけど、ここが痛かったってちゃんと明確に言えてたような気がするんだよな。2番がちょっと変な感じ、痛い感じがあるって言って、分かりました、じゃあ1番の根節しましょうって僕の中ではちょっと筋が通らない。そうですね、うん、2番、が痛い、じゃあ2番やる、でもちろんそれは1番がやってなかったら、EPT とか患者さんのその痛いって思う情報の一つ、それも情報の一つで、生活反応試験も情報の一つ、レントゲン CT も情報の一つ、あくまでも情報の一つであってやっぱり答えじゃない、やっぱり情報はあった方がいいから、いくつもいくつも並べてトータルでどう考えるかっていうところはやっぱすごく心がけてて、あの状況で1をやっているから1を根節っていうよりは、2も最初から怪しかったんだから、じゃあ2じゃないかなっていうところだったかな。あのケース、その2番をやる前にもう一回シーズン維新やってたんですよ。その時に
完全にバイタルがない、例えば電気心にも反応しないっていうのだとやりやすいんですけど、すごいそれはきっとそうだろうなと思ったけど、うん、反応しちゃったんです。そうそうなんですよ。だその時に僕らが困ること、臨床で困ることっていうのはやっぱり歯髄の確定診断が臨床でできないっていう、このね事実が本当にジレンマなんですよ。あれ2番ももしかしたら誤診の可能性もあるわけじゃないですか。それ頭に入れて絶対先生絶対やってると思うんですけど、歯髄診の中に一つ指針っていうのがあっていいと思うんですよ。もしもこれ歯髄バイタルかもしんないなってなった時にラバーダムして、その VPD バイタルパルセラピー歯髄保存療法をやる準備をしといて、指針っていうのをやっぱりこう診断の中に入れてもいいのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。でもあれ開けたらもう完全失活してたって言ってたじゃないですか。空っぽだったんで、ね、それはもう、そしたらもうそれはもうエンドやりましょうって話になるじゃないですか。勝ったって思うよね、やっぱり。ですよね。そのアピコをやるのか2番のそのエンド、そのエンド、まあアピコもエンドなんであれですけど、あのアピコというと生かし方怒られるんですよね。逆根管治療ですよね。逆根管治療ですよね。そう、逆根管治療やるのかって話にはなってくるんですけど、まあ、あれはやっぱり2番開けてまあ正解だったなとは。重要なのはなんでやったか、誰か人に聞かれた時、これはもう先輩でも 同級生でも後輩にでも、なんでこれやったんですかって言った時に、実際問題なんとなくはあるかもしれないけど、だけどやっぱりこれがこうだから、まあ、パーセンテージでこっちが 51% ちょっと怪しいからっていう、その理由がないとやっぱり僕はダメだと思ってて、で1やって、じゃあ1やるよりもう一回と骨折するよりは、いや根管治療するよりは2かなみたいな感じ。言葉は悪いんだけど面白いっていうか、考えさせられるというか、そう、興味深いですよね、うん、やっぱりああいう他の2つのケース 3個そのディスカッションの中では3つありましたけど、ファイルが根線口の外に出ちゃってる病変があるケース、うん、あと3番のそう、科学のあれも吉岡先生のその発想、あれも多分教科書にどこにも書いてないと思うんですよ。僕吉田先生のことあんまり存じ上げてないんですけど、僕の知る限りですよ、一番教育研究臨床バランスよくやってる人、もちろん臨床と教育やってる人はいますけど、このね3本柱が備わってるエンドの人ってほとんどいないんですよ。皆さんもしよければ山根先生とね、吉岡先生のこうディスカッションの、セミナー見ていただければと、本当にいいですから、本当に今年聞いたエンドのセミナーの中で、まあ、あんま聞いてないですけど一番いいなと思ったんで、もうぜひ聞いていただければと思います。はい、よろしくお願いします。